OK です、問題ありません。よかった。エッフェル塔とか、それに何日もかけるらしいんですよ。ディナーキャンセルした。痛みがひどくなるような時はいつでも呼んでください。電話で言ってたよ、一杯やろうって誘われた。こいつどうしようもないバカですよね。人間が見れない。あなたって人の嫌なところがもう全部てんこ盛りなの。あら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 。こんばんは。何かお飲みになりますか、栗山さん。こいつです。346,422本マッチの数。そもそも吊り橋とは何か。栗山さん、いや、一見すると答えは簡単です。そもそも吊り橋とは、橋と床部分が地面に規則的に打たれて低いの上には乗っていない。吊り橋の定義というのはですね、栗山さん、はい、ややこしいけど理解しました。単純でしょ。あなたは映画のプロデューサー、 OK? パリにプロダクションがある。はい。モスモス、タンニール・ブラさんとお話がしたいんですけれども、いらっしゃいますでしょうか。やりましたよ、映画関係買い付けました。しかも格安で。あいつ何もかも信じ込んでましたよ。私の妻は、よくもまあ次から次へとね。いまいちはよく分かりません。よく分かろうと思って頑張ってるんですけれどもね。世界レベル、いやいや、ひょっとすると世界チャンピオンかも。あなってますよ。誰また。大丈夫です、私が出ます。ルブランさんです。やっぱ来たよ。ごめんなさい、遅くなっちゃって。犬預かってくれる人見つかった時も車の中置いてきた。試合、黙っててくださいよ。何も言わないよ、リオンが同点に追いついたんで、それ以外何も言わない。リオンが追いついちゃったの。嘘だよ、勝ち入れだけ。バカ、もうこのバカ。だから私言ってやったんですよ。普通ケニアにビジネストリップに行くのに、クレイジーホースのストリッパーとちょっと置いてくれる。クリスティーヌ・ブロシャンの夫です。何かあったんですか、つまり。いいえ。どちらの病院でしょうか。次の火曜日にも夕食会があるんです。でもその時にはあなたが私を招待してください。あ、もしもし、あ、ブロシャンさん、ちょっと待ってください。いやいやいや、違うんですよ。もう公衆電話にいなくてですね、またお宅のご主人のところにお邪魔させていただいて、わけを話して。もしもし、もしもし、なんだよバカ。何このバカ、ほんと何このバカ。かけ直します、かけ直します。任せてください。